ラフィーニャことマルシオ・ラハエウ・フェレーラで総座は、ブラジル・パラナ州ロンドリーナ出身のサッカー選手。オリンピアコス FC 所属。ポジションはディフェンダー。北京オリンピックブラジル代表。2008年にブラジル代表に選出された。17歳でコリチー・バイ・ c にてプロデビュー。2シーズンで37試合出場し、3得点を記録した。 2005年8月21日、コリジーバイフシーから移籍金500万ユーロで、ドイツのシャルケレイヨンへ移籍。2010から11年シーズンは、セリエ A のジェノアでプレー。2011年、バイエルン・ミュンヘンに移籍、完全なレギュラーではないもののある程度の出場機会を得て、2018から19年までプレーし、UEFA チャンピオンズリーグや7度の、 リーグ優勝など数々のタイトルを獲得した。2019年6月から CR、フラメンゴに移籍、11月には決勝でアルゼンチンのリーベルを2の1で下し、リベルタドーレスカップに優勝した。2020年8月23日、オリンピアコス FC と2年契約を結んだ。2005年に行われた FIFAU-20 ワールドカップでは2得点を記録。 シリア戦とドイツ戦で共に勝ち越しゴールを挙げ、ブラジル代表の3位獲得に貢献した。2008年3月26日、スウェーデン戦の73分に、ダニエウ・アウベストの交代でピッチに立ち、セレソンデビューを果たした。それ以降は、代表から遠ざかり、ドイツの市民権を取得したこともあり、ドイツ代表に倶いする可能性が取り沙汰されていたが、 クラブでの活躍が評価され、2014年に6年ぶりに代表招集された。ありがとうございます。